第15回目の講義を始めていきます。今日も文学の力で豊かな心を養っていきましょう。皆さんこんにちは。世界的に成功を収めているミュージカルキャッツは、イギリス詩人 T.S. エリオットの作品である The Old Possum's Book of Practical Cats の詩集を読んだ作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバーがその詩に魅了され生まれました。この詩集はエリオットが自分の勤める出版社の社員の子供たちのために書いたもので、本業ではシリアスな詩を書くエリオットにとってキャッツは裏の顔と言えるものです。では T.S. エリオットの表の顔はどんな作風なのでしょうか。今日はこの部分を中心に見ていきましょう。王室についてですが、エドワード7世の後、息子のジョージ5世が王になりました。ジョージ5世は現在の女王エリザベス2世の祖父にあたる人で、今でも続くウィンザー朝の初代君主です。父のエドワード7世が君主であったエドワード朝はサクス・コバーグ・ゴータ朝とも言われますが、敵国であるドイツの加盟をやめて王宮のあるウィンザー朝にちなんで改名しました。また映画「英国王のスピーチ」のシーンにもあり、現在でも続く王室恒例のクリスマススピーチはジョージ5世が始めたものです。次に第二次世界大戦期頃までに活躍した詩人を3人見ていきます。1人目はエズラ・パウンドです。彼はアメリカで生まれイギリスに渡りました。新しい詩を書くグループを結成し、イマジズム運動へと成長していきます。先ほどのキャッツの原作に The Old Possum、ポッサムおじさんというタイトルがありましたが、これはパウンドがエリオットにつけたあだ名で、エリオットを世に売り込んでくれたのもパウンドです。2人目はアイルランド出身の詩人ウィリアム・バトラー・イエイツです。イエイツもパウンドと深い交友がありました。クールの白鳥などの詩集にはアイルランドの歴史や政治情勢が併在する詩的な世界が描かれています。彼は1923年にノーベル文学賞を受賞しました。最後は W.H. オーデンです。オーデンはイギリスで生まれアメリカに渡った作家で、30年代詩人の中心的人物でした。オーデンは徹底して反権威主義の姿勢を貫き、ファシズムやナチズムへの嫌悪と自由を尊重する態度が詩の中で歌われています。ではキャッツの原作者 T.S. エリオットについて見ていきましょう。エリオットはアメリカに生まれイギリスに帰化した詩人、文芸批評家で、20世紀前半のモダニズム詩人の代表的な存在です。1948年にはノーベル文学賞を受賞しました。エリオットの代表作は何といっても荒地です。エリオットが英国国教徒になってから宗教史に傾き、その集大成としての作品が4つの四重奏です。 T.S. エリオットの代表作アレチの最初の一部分を見ていきましょう。 April is the cruelest month。 4月は一番残酷な月だとインパクトのある文で始まります。続きは訳して読んでいきます。ライラックを死の土地から育て上げ、記憶と欲望を混ぜ合わせ、ぼんやりした草木の根を春の雨で揺り起こす。冬は暖かに私たちを装ってくれた。降る雪が大地を覆い、記憶を曖昧に隠してくれた。球根は乾いていて、ささやかな人生を享受した。となります。寒い冬が終わり、新たな生活が始まる春が、なぜ残酷なのでしょうか。それは冬の間は静かにそっとしておいてくれたのに、春になると無理やり生き返らせ心をかき乱される。人がこの世に生まれてもそれが荒廃した場所ならば、生きることは苦悩が多いというメッセージになります。この詩は不毛の時代に生きなければならない
苦しみや悲しみを比喩的に述べたものだと解釈できます。第一次世界大戦後の荒廃した世界の姿を春の季節に重ねて表現していますが、新型コロナで生活が一変している今の私たちの生活は、この荒れ地に共感できる部分が多いのではないでしょうか。さて、キャッツの話に戻りますが、代表曲メモリーを熱唱するのは娼婦猫グリザベラですが、エリオットは子供たちが読むには娼婦猫はふさわしくないと詩集には収録しませんでした。しかし、ミュージカル制作の際にエリオットの妻がその詩の存在を提示し、娼婦猫が主要キャストとなりました。グリザベラがさまよう場所は荒れ地と共通するものがあり、グリザベラはエリオットの表の顔を一瞬だけ見せる存在だと私は思います。次回16回目の講義は第二次世界大戦後の文学について解説しますので、ぜひご覧になってください。